野生のチンパンジーも人のように物を見せびらかすことが分かりました。今まで類人猿では見られない行動であり、チンパンジーも人と同様に注意を引くために行っているようです。人の赤ちゃんは生後1年後ぐらいから物を見せたり与えたり指さしたりするジェスチャーを行うようになります。こうしたジェスチャーには受け手が物を働きかけることを目的にした命令的なものと、自分が見つけた面白いものを他の人に見せて共有する見せびらかしの2つの意図があります。チンパンジー、ゴリラ、テナガザルといった類人猿でも命令的なジェスチャーを行うことは知られています。しかしこれまで野生の類人猿が行動することは確認されていませんでした。今回の観察結果は、共有のために物事に注目させる行動である見せびらかしが人に特有のものでないことを示しています。人の社会的認知の進化を理解する上で興味深い発見です。一方、今回の発見は野生の一個体のチンパンジーでの観察であり、今後の調査研究が期待されます。